はい、こんばんは。おいしい芋焼酎が飲みたい。今日は真空です。真空の紫芋仕込みっていうやつなんですね。紫芋の仕込みっていう、あの黒麹仕込みの真空はね、好きでよく飲むんですけれども、それのちょっと変わった版で紫芋仕様って書いてます。で、まあ酒屋のね、あのマスターに聞いたところ、紫芋を仕込んだ方がね、なんか赤ワインみたいにフルーティーな香りになるということで、まあ飲みやすくなりますよということでした。でいつも芋焼酎お湯割りなんですけれども、紫芋仕込みのやつはね、あの、まあ、ロックか、冷やで飲んでください、ストレートで飲んでくださいということだったんですけれども、まあ、どうしてもね、あのお湯割りで飲みたい、まあ、という場合はちょっとぬるめで飲んでくださいということだったんで、まあ、とりあえずお湯割りでちょっとぬるめで作ってます。ちょっと飲んでみます。結構真空ってね、あのパンチの効いた感じの芋っぽい芋焼酎なんですけれども、こっちの方がだいぶ甘い感じがしますね。お湯割りでも十分美味しいですよ。